はい、どうもこんにちは。こんにちは。第5回 JBT ブラックボールトーナメントで予選の後編ですね。で後編は、まあ、僕の試合なので、まあ、試合内容は、どうだっていいんで、ちょっと今回は、はい、この日ちょうどね、中国帰りしたばっかりの、はいはい、そうでしたね、はい、日だったんですけども、中国の、土産話というかですね、どんな状況だったのかっていうのをちょっと教えていただければと思うんですけども、はい、今回女性3名、男性3名で、そうですね、参加されたということですけども、女性の方は今回はどんな感じだったんですか？いやー、皆さん頑張っていただきました、はい、初めてね、JBT として行ったんですけれども、はいはいはい、もうそれぞれ皆さん頑張ったと思いますよ。初めての国際舞台、全員が初めての国際舞台、はい、 そして慣れないブラックボールをね、急遽ですけれども、はい、練習してもらって行ってきたんですけれども、はいはい、皆さんそれぞれに収穫があったんじゃないでしょうかね、はい、テーブルはこれと同じじゃなくて、チャイニーズ8、いや、ナインフッターと呼んでますが、ナインフッターっていうナインフッターですね、でかい方が。で、これがセブンフッターですね、はいはいはい、セブンフッターと、まあ同じルールでやって、やっぱファールじゃないですか。おファールです、よく気づきましたね。いや、喋りながらでも見てるんですね。見てますね、はいはい、見てますね。いや、いいですね、あれ、国際試合行くとみんな調べくれますからね。あー、レフリーも皆越し、そこは皆殺しじゃないですか。皆さん皆殺ししてるんで、もうジョイ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 って言わないとダメですよ。サッカーと一緒なんですね、うん、日本人はちょっと引っ込み思案だから。そうですよね、うん、だからそこら辺はやっぱりね、うん、ちょっと引っ込み思案ではありますけどね。でもね、今回僕が見せましたよ、はい、ステージ1通過しました、はいはい、今まで誰も取ってないですよ、日本人。あ、そうなんですか、はい、初めてですよ、日本人初ステージ1通過。ステージ1からステージ2に、ステージ2にシードされる選手はいるんですけど、うんうん、ステージ1から行って通ったのは、僕の記憶が正しければ僕が日本人初ですね。あ、マジっすか、はい、ファイナルはね、みんなついてるんですけど、はいはいはい、ことごとくファイナルで負けてたんですが、今回勝者ファイナル、はいはい、台湾人の強豪選手に、はい、ヒルヒルの末勝ちましたね。ステージ2に行くには、はい、ステージ1を何回勝ち上がらないと。ステージ1だ、状況によりけりなんですけど、今回は少なかったんで、はい、ちょっとそうなんですか、2勝で行けました。あ、そうなんですね、うん、予選はダブルだったんですか。シングルなんですけど、そのシングルトーナメントが2回あるんですよ、毎回。あ、そういうこと。そうなんです、2回あるんで2チャンスあります。なるほど、はい、次回はぜひ、ヒロさん。僕はいいですよ。めっちゃ権利あるんで。権利はないですよ。権利はありますよ。JBT 公式戦出てる人から、はい、私が使う、はい。あ、そういうことですか。そうなんですよ。僕出れるんですか。出れるんですか、はい。出てください。完全に撮影班として行く。いや、もったいない、もったいない。心づもりで。いや、もうせっかく来てくれるんだから試合つきましょう。マジサクッと取られましたね。あ、そうですね、サクッと取られました、ね、こんな人が国際試合出ちゃダメでしょ。そんなことないです。マジっすか。ということで、じゃあ、うん、ゆりちゃんとか、うん、アマス選手とかはどんな感じだったんですか、うん、もうそれを聞いて僕ちょっと勇気が出るかもしれないです。いや、でもやっぱりルールはちゃんと覚えておきましたよね。あ、でもルール大丈夫じゃないですか。ルールは多分スキルショット大丈夫ですか。いや、大丈夫ですよ。誰だと思ってスキルショットを決めて一人前ですよ。 あ、来た、スキルショットチャンス、これ行きましょうよ、これスキルショットしたんじゃないですか。しない、しない、そっぽ向いてます。しないでしょ、そっぽ向いてます。あ、そう、スキルショット完璧ですか。いや、面白くなってきましたよね、はいはい、まだね、だから確定じゃないんですよ、日程が。だから今回も1ヶ月ぐらい伸びたじゃないですか。はいはい、あ、なるほど、うん、だから発表になってからもちょっと油断大敵。あー、そこは中国の国からというか、うん、でもパスポート持ってるんですか。パスポート今手配中です。あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、手配中、ナイス。で、だからスキルショットじゃないですか。ゆりちゃんどうだったんですか。ゆりりんは、はい、
ユリリンは一番あの TV テーブル弾きました2回。あ、そうなんですか。うん、でもまあ、結果から言うとみんな一勝もできなかったんですけど、あ、フレームワンラックは全員取ったんで、はいはい、すごい立派ですよ。なるほど、うん、だからね、次回以降にすごく期待がかかりますね。あれ、参加するあの舞台に立って試合をするってことがまず大きいですよね。そうです。なので皆さんぜひ JBT、はい、来てください。そうですね、僕でも、僕レベルでも国際試合に出るチャンスを与えてもらえるっていうことなんであれば、いや、もう熱意ですよ。あ、熱意です。今はね、今はもう始まったばっかりの組織なんで。はい、はい、あ、なるほど、なるほど。あ、いわばチャンスですね。もちろんです、もちろんです。あ、だからたとえプロであろうと、はい、やっぱりその気持ちがなかったら僕は推薦しません。うん、ああ、そうなんですね。うん、もうやめました。試合で勝っていくっていうのはやめました。あ、もう競技発展のためにやっぱり、はいはいはい、あのプラスになる人材をどんどん送り込みたいですね。はいはいはい、これからの将来に、ね、そう、繋がっていく人。はい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 、賞金でかいですよ、はっきり言って。僕だってもうステージ1通過しただけで自分の経費全部出ちゃいましたから。毎日パーティーですよ。毎日パーティーですよ。だからこれからステージ1通過した選手がパーティーを開くっていうね、そういう JBT 名物の中国でのパーティーをね、これから毎回行けるように。いやー、ナイス。いやー、もうこれ、この人入れるんですよ。谷田選手ですね。谷田選手、はい、うん、ナイス。いや、やっぱりブラックボール慣れてますよね。うん、あの、知ってます、うん、本当に。そう、この茨城チーム、あ、栃木です、はい、チーム栃木が強い。強いですね。強い。あの、もう一人岡田選手ね。はい、岡田選手2連敗しましたよ。そして今回あの大野選手にもね、はい、あの、これね、前半、予選前半では僕が勝ったんだけど、はいはいはい、あの、2連敗ですよ、今日は。ああ、うまく疲れましたね、はい、本当にベテランの味ですよね。ボールやっぱりよく分かってるからね。うん、いや、そういう感じでした。あ、はい、そうですね。あ、分かりました。まあ、中国のその映像とかは、うん、これから JBT 公式で出るんで。あ、そうなんですか。はい、はいはい、ちょっとね、楽しみにしてるんですけど、なかなか出ないなと思って。うちがね、やっぱり塩玉さん、はい、あれ、トラブル中。あ、カメラトラブル中、今リカバリー中ですね。ありがとうございます、はい、レベルメーターが上がっているってるんで。あ、そうなんですか、はい、そうなんです。すごい、はい、だこういうのがね、はいはいはい、やりたいね、僕ね。あ、そうですか、うん、すごいね。だちょっと協力してね、やりましょう。塩玉チャンネルと、まあ、あ、僕が持ってる技術や情報は何で、はい、惜しげもなくお伝えできますよ、はい、ありがとうございます、はい、いや、本当楽しみですね、これから。あ、帰ってきた、帰ってきた、はいはいはい、なんといっても次回大会は、はい、原玉のエース、はいはい、道永選手が。そうですね、そうですね、そ、満を持して中国大会に出場してくれるってことで。はい、そうですね。もうパラダイス内、パラダイスで、パラ玉内でも盛り上がってますよ。盛り上がってますか。はい、嬉しいな。やっとモッチーがこ、ね、世界に行けるってことで。あ、本当ですか、はい、嬉しい、はい、本当に。あの、福田さんの株も ね、爆上がり中ですね。あ、本当ですか、はい、それはちょっと方法を知りたい。福田さん、いい人じゃん。あれ、知らなかったの、みんな。結構ね、知らない人がね、愚かな知らない人多くて。本当に愚かですね、それは。本当なんですよ。だからこれを機にね、ふざけんなと。そうですよ、はい、みんなね、一度でも福田人が見たことある人だったら、こんなふざけた人間いないですからね。ただね、あの、ビリヤードには一生懸命なのでね、それは本当にもう、ね、はい、あの、あんまりでも、うん、その福田さんの人柄がこう分かる動画にはあんまなってないですよね。僕はだから試合は真剣だからね。で、負けるとふてくされて負けるんでね。福田さん人柄いいんで出した方がいいですよ。そうですよね、はい、出してるつもりなんだから。最近で言うと、もう広玉がすげえ出してるんで。本当ですよね、うん、ほら、これ見てください。もうない、お、怖いな、恐ろしいなみたいな感じでね、はい、うま
まあまあ恐ろしい感じでは全くで映像から伺い知れないですけどね。いや負け、いや全然完璧にやられましたね。本当です、いつもでした。はい、というわけであっという間に終わっちゃいましたけど、いや続くんですよこれ。このスピード感がいいですよね。はい、そうなんですよね、うん、本当に。これまだもう一回、もう一回、あれこう身内対決ですね。そうですね、はい、川松さんと、そうだ川松さんだ、はい、僕で会社側の頭なんだ、はい、川松さん、川田選手にも私一つ地にまみれてますからね。そうですね、結構やられてますよね。でもこれ本当に現役復帰したんで、はいはい、もう許さないですよ全員。今日いきなり大野さんに、まあ、だから連敗したけど、もう今だけですね。そうですよ、に勝てる。本当ですよ、ね、これからもうどん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 現役復活宣言しましたから。早速3キロ痩せました。マジですか。中国からもう糖分をもう切りました、バッサリ。あ、マジですか。で水泳始めました。あれ、ああいうの抜いちゃダメですよ。ああいうの中国で抜いたら国に帰れって言われますからね。気をつけてくださいよ。中国人 の目超えてますから、ギャラリーは。ざわってしちゃいますよ。あんまりおかしなことしたら。そうすか。だからそれだけは、女子選手たちにも、こういうのだけはやめてくれっていうやつを教えたんです。それも、ヒロさんにも伝授しました。今後伝授してもらわないとね。本当に国へ帰れって言われますから。ヤジが飛びますから。おー、ナイス。惜しい。ああいうのはいいショットですよ。ああいうのはいいショットです。いや、川又選手もいい選手ですよね。最初からこのスヌーカー球、ブラックボール球でね、はい、参戦されて。まあ普段からはね、この球使ってるんで。だ慣れてましたよね。もともとスヌーカー出身の方なので、うん。スヌーカーテーブルもついにね。はい、あれはダメです。今のダメですよ。まあ縦球だからしょうがないかな。タッチ感が悪い。タッチ感がね。タッチ感が悪い。まあ、偶然ちょっとセーフティーになったけど、あの力でついたら国へ帰れって言われました。ああ、そうなんですね。うん、そう、何回帰るんだっけ、いけないの、これ国に。こういうとこですよ、しっかり。おお、いい。この加減ですよ。おお、ナイス。まだちょっとね、強いけど。とにかくね、無駄な、ショットを一気も、ほら、川又選手、しっかりポケットに寄せてきてますよ。うん、無駄なショット一つもないんでね。ナイス、オッケー。あ、これいい形じゃないですか、まあ、マイナスワンですもんね。だから上のあれはもう、ね、トラブルはいらないですもんね。ただこれ抜くんじゃないですかね。本当ですか、はい、入れた、入れましたね、最高。おさらに黄色トラブル作って、はい、ほら川松さんもナイスです。ポンポンポン、そろそろ抜きますね。本当ですか、はいはい、こんなのはね、楽勝で抜きますね。あー、出したー、思ってないですね。出したね、全然覚えてない。これがね、バカなんですね。あー、どこ行くの、なんで引いたんだろう。頭痛くなってる。あれだから、本当は真ん中ついて真横に出したかったんだけど、ね、下が入っちゃうじゃないですか。だから、ああいうのはエレベーションしちゃってんですよ。エレベーション球が高いんですよ。あ、なるほど。だから、はいはい、真ん中のつもりで、そうですね、バックスピンなんですよ、はいはい、そうですね。ちょっと土曜日トレーニングキャンプも来てください。あ、そうですよね、トレーニングキャンプみんなで一回来てくださいよ、はい、ビリヤード感が変わりますから。なるほど。昨日も、うわー、ナイス、うん、一撃復活、さすがですね。これ川又選手はマイナス1マイナス1です、マイナス1。マイナス1だ、はい、マイナス1同士です。これは強いよね、マイナス1がやっぱり強い選手いっぱいいますよね。ポケットでも A 級なんで ね、 彼ね。ああ、そうですか、はい、やっぱり頭がついてきてますよね、うん、ほら、もうこれでだって、うん、終わったようなもんじゃないですか、ね、マイナス1なの、これで、うん、ポケット A 級、え、ヒロさんはポケットは、いや、B 級2年生です。あ、そうなんですね、はい。あ、また来ました、砕いたが、はい、楽しそう、はい、楽しいです。ラストブラックホール、そうですか。でも、B 級2年目ってどういうことですか。 C だったってことですか、3年前までは。僕はビリヤード始めて7年なんです。あ、そうなんですね。で、C に上がるのに5年かかって、 B に上がってるのに5年かかってるんですよ。なるほど。やっぱり、あれ、誰に習ってたんですか。モッチー。あ、それはモッチーのせいですね。
でモッチ、どういうこと？モッチが悪いんですよ。B に上がれなかったのはモッチ基準が結構きつかったので。はい、なるほどなるほど。なるほど。で B になって2連目ということですね。そうです。はいはいはい。まあでも新人 B 級ですね。なるほど、はい。今でも A クラスの基準がものすごく高くなっちゃってるから。ああそうなんですね。うん、もう僕がやってた時に比べたら。ああそういう上手ですよ。ああそう、なんかそれはみんな言いますね。だからもう A に早く上がんなきゃ全然伸びないっていう、はいはい、だからそれ悪循環出てますよね。 B にとどまっちゃって、はいはいはい、もうそこから伸び悩んで万年 B 級っていう人がいるんで。ああなるほど。だからちょっとね考えなきゃダメですね、その基準を。 JBT はその A とか B とかの基準じゃないです。JBT はどういう、まずは年齢と性別で、はい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 、あのどうしてもビリヤードといってもスポーツなんで、はいはいはい、うわナイスエグ、その体力のあれがあるじゃないですか、はいはい、で大人と子供でやっぱり体力差あるじゃないですか、はいはいはい、なので年齢と性別でハンデつけさせてもらって、はい、でその後は 2-0 負けを3回続けるといいハンデが増えます。で3回優勝するとハンデが1個減ります。増えるんでしょ。どういうこと。3回優勝するとハンデが増える、上級者になる、ね、増えるんですよね、うん、はい、プラスされます。あーマッチウィニングブラックボール、あー抜けた、これはチャンス。こういうのをあのなんで笑ってんだあいつ、失礼ですね。あれ、ああいうのが悪いんだいやいや、ああいうのが見えちゃうから悪くはないです、悪くはないですね、全然悪くない。これこれヒロさんちょっと落ち着いて落ち着いて、うん、で後ろでねこれ あじゃねこうじゃねっていう人がいて、あこれ僕引こうとしてるんですよ、はい、そしたらえって言われてそれで迷っちゃったんですよ。えって言われるとなってなってちょまだ薄いけどこれ、あ違うの、これ何したんですか。あ抜いた、単に抜いただけですね単に抜いただけですね。でこれ苦労あるんじゃないですか。ありますね。だから外れる行ったんですかね今ね。行きましたね。あの外れる可能性があるショットしちゃダメなんですよこれ。相手黒だけなんで落ち着いて、ね、あの落とせないところを持っていけば、はい、もう一回つけるんでね。なるほど。なるべくつくようにしましょう。おー通ってなかった。通ってなかった。だからもうこうなったら逃がしちゃダメですよ。例えばこう並んでるじゃないですか、うんうん、これに当てられればいいんですけどそれ隠れちゃってるじゃないですか、はいはい、だからこれちょっと難易度上がるんですけど、はいはい、まずは突きづらくする、はい、突きづらくする、隠す、遠くする、はい、この3つ守ればいいですよ、はいはい、1球で台無しにしましたね。これ大難しい。だからこれ入れないでケツから当てればいいんですよ。あケツから当てれば隠れるかもしれないし、なるほど、で勝手に遠ざかるじゃないですか。あ完全入れに行ってますね、うん、国に帰れですね。国にこれは帰んないとダメなやつですね確かに、うん、これねもう伝説のヤジですよ。俺もし俺が食らったんですよ。あそうなんだ、はい、俺がパキスタンの試合行った時に、うんはいはい、パキスタン人英語喋るんですよ。はい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 、はい、で俺が英語わかんないと思って、はい、俺が外した時に、はい、国に帰れって言われたんですよ。Go home, go to country. Go back your country. Go back your country. Fuck off! って言ってました。蹴ってみて、Fuck off! って言ってました。面白い。お、耐えましたね。はい、これ勝ったですけどね、本当は。これもあの向こうの赤にペチョってくっつけて、お、セーフティーしたじゃないですか。セーフティーしましたね。しましたけど、しかし全然甘いですね。ちょっと遠慮がちなセーフティーでしたね。はいはい、これ勝った方なんですか。お勝った方じゃない、うん、勝ったじゃないですか。いやだこれもまだ焦る必要ないですよ。これもちょっとシュートがむずいんで、うん、本当は奥の赤ですよね。奥の赤にペチョッと当てとくのが良かったですよね。いかないんだね。うまい、これうまい、こう勝ったじゃないですか、まあ、これは穴前に残しつつシュート難しくしたのかな、うん、うまい。あどうでしょう、まあ、もう五分五分ですねこれね取りたかったですね。これは取りたかったね。負けたこと前提で喋ってますけど、うん、どうしたんですか。バカだから引いたんですね引いたんです、ね、でもまあ引きたい気持ちは分かります。引きたい気持ちは分かる。切り返してもどうせ
入んないかなと思って、うん、いやクロスバックはなかなか難しいですよ。むずいんですよね、うん、このテーブルね。キーパーはないと。そうなんですよね。いやということで次回は決勝トーナメントですねに続きます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。